はい、というわけでやってまいりましたやるとのでござるんじゃけれども、はい、このなんと本日をもって、はい、我々最後の戦いと、はい、まだ一度も全員勝利はしてないですもんね。そっか、3人揃ってはないか、揃っては多分ないですもんね。そっか、ここしかないです。だったら終わりよければ全てよし、はい、はい、やるとの様最終回であります、皆様ご愛顧の方今までありがとうございました。まあいろんな方からね、残念でたまりませんという声をいただいておるんだけれども、はい、もう再生列なんじゃけどこれもう大丈夫、はい、再生列の時間なんで、結構再生の番号を引きましたゆえ再生列なので 10何番とかなので、オープニングの続きは入場した後斬新じゃあせっかくじゃからたまには殿のお土産コーナーやりましょう。こちらね、お酒のラインナップがすごいと、これ初めて見ましたね。麦焼酎チョコレートね、これはい相性がいいっていうだけの話です。はい、もうセットで売っちゃうから抱き合わせ商法がすごいんだけど、昔は黒霧は白霧と赤霧しかなかったんじゃけど、まあこれ赤と白の違いは何かって言ったら使っとる芋が違うんじゃけど、ここね最近、まあ本当最近って言っても3、4年かな、この赤根霧島っていうのが出てきちゃうんだけども、まあやっぱね今までの芋焼酎っていうのはやっぱおっさんの飲み物っていうね印象がどっかであったと思うんじゃけれども、炭酸でね割った時にね一番いいのはこの赤根霧島。女子ぜひね、女性の方にも飲んでいただきたいんだけど、線香に空いてるけどいや、どうしたの？その気持ちを押し殺して最後勝ちに行こうかなというところでございます。いいの本当に悔いない？まだ2で勝っても悔い残るんじゃないの？大丈夫？正直なところめちゃめちゃ残ります。いいんでございますか？いや、愛じゃから。そうですね、行きましょう。やったぜ。よくなかったですな。ちょっと番組のこと考えちゃいましたね。そう、戦国ソレッション23回連続よくないなって思っちゃいました。窓マギ2をガチで設定狙いに行っちゃおうかなって思いました。そんなの関係ねえ。この戦国コレクション2で天馬フリーズ引いてやろうじゃないか。行きます。というわけで、はい、入場が終わったところなんじゃけれども、はい、最終戦ということで、はい、もう今日はもう一つじゃ最後、はい、始まりがあれば、はい、必ず終わりがあります。そうですね、はい、最後まで前向きに、はい、笑って終わりたいじゃないですか。間違いないです。本当そうでございます、はい、その一番こう番組っぽいんじゃなかろうか、ほうほうほう、という、はい、チョイスのもと、肛門茶間カツを、なるほど、やるとの茶間カツで、はいはいはい、今日は長電話したろうかなという、なんならこぼれ話を一つするとじゃな、はい、このやるとのという番組が始まるときに、はい、ちょっとこれ下手したらなんか茶間の示唆になりませんかみたいなこぼれ話もあったぐらいじゃ確かにそうじゃ、そんな話もなりかねないですね。確かに最後だから言える、そうです、ね、このやる殿様こぼれ話なんじゃけど、偶然なのか今日3人とも選んだ台がその昔の戦国の時代劇、時代系なんじゃ、時代系、これはまさにやる殿様、はい、何かあるじょ、うん、何かあるじょとか、いいんじゃないですか。これは生まれた時は違えど死ぬ時は一緒、やる殿様最終戦始まります。ではパンドの最後のいつものやつやってちょうだい。気持ちを込めて行かせていただきます。勝てば官軍、僕パン君ザ・ファイナル
今年もやってやります今日も勝って、今夜はハッスル、僕マッスル。それでは実戦スタートです。よいしょ。はい、ありがとうございます。俺も来ましたいやもうパン君で軽く、丸く収まったなと思ったんですけど一応まあ割と得意機種で、まあね、この収録で一回も打ってなかったんで、いいとこを見せれるよう頑張ります。マサムネがね、全体的にまあ初当たりは重たい。欲しい家、欲しい家撤退が後期。欲しいはね、とりあえず撤退させておきたいんだが、おお撤退チャンスよこれ。あ、浮きた来ちゃった。よしよしよし。ただ今ここ MV ちゃうんよ。一応リプレイ引けば 50% かなで勝ち替えしてくれると。私は負けない。さあ頼むよ、リプレイでいいよ。ああお、引いた。これリプレイですね。 MV 一応一発だけか、引けたのは一発だけだ。ただ 50% よ。おお、ナイス。437、投資が12本。まあまあまあいい発進です。ただ大事なのはボーナスがどっちなのかっていう。ああ、これよ、一番良くないやつ。おしゅう、揃えちゃおう。じゃあ、おちょっとがチャンスアップパターンかなこれ。おい、よっしゃ。1否定だっけこれ、2否定だっけ。あ、いや、テンカード後から調べます。一応もうこの時点でこの割と当選かどうかが決まってるんですよね。でまあ途中でレア役とか引くとその勝ち替えが一応やってるんだけど、まあ基本的には最後で告知していく感じです。この釣りからかな。よし、あ、レア役引いてる。引いた。ここ期待したいところ。とりあえずこの次、赤まで行くかどうか。あー、ダメ、緑か。チャンスアップ出るか。うわー、頼む。あー、ダメか。復活ある。なし。いやー、きちい。さあ、ナルトの様、ザ・ファイナル。最後の実戦台は、戦国コレクション2です。この最終戦で、今までね解放できなかった力を全て出し切って白星をつかみ取りたいと思っております。お、前兆がスタート。左隣にあるマジハロ5も片方が朝一あのリプレイの押し順から ART 当選してるんで、今回もやはりしっかりとリセットはかけてくれているのかなといった感じですね。セリーからですね、114これで鬼ヶ島チャレンジ。さあ天国での当選の望みが薄かったところなんで、これは嬉しいですな。お、単行部、よし、214これまで進めることができました。239これで修羅モード。お、
いいね。ここで当たってそうかな。おーし、248、これで8点です。さあ一発目なんでちょっと見ましょうか。163ゲーム253、これで、本日一発目の AT 当選です。いや、お、いいね。お、上乗せしてくれてるかな。とりあえずステージ赤なんで、ここは 80% 継続は 100% 継続と。お、超チャンスが来る分で、うおっす前回一回もなかったはずゴーで、このセットが継続率 80% 言うたじゃろありがとうございます。殿のおかげですな、本当に。ただ一つ言いたいのは、台確保してオープニング取って戻ってきて打ち始めたんですが、そのオープニング取って戻ってくるときに、朝取った窓巻き数見たらもうクエスト入ってました。まあ、もう気にしない気にしない、もう今こっちが最高の状態なんで。でですね、このセット 80% 継続もしくは 100% 継続ということで、できれば2つ取りたい。1個だけだとあんまりお得感がないって言ってたらもう残り5ゲーム、カットインさえ出れば。よし、これもしかしたらダブルの可能性がちょっとアップ、実戦上ね。まあ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 、シングル1個で光の扉っていう神曲を打ち始めて、こんな10分15分で弾けるとは。ラストここ大事。あーだね。まあストックはマジで20ポイント2セット取ってたんだ。これは絶対取ろう。次のセットはね、まあ、可能性としては継続率 10% とかの可能性が高い。頼む、これかなり変わるぞ、もう1個取れるかどうかで、ね、よっしゃもうまたも、なんならもうね設定確定蹴れちゃえ。 OKOK ということで2つストックを獲得することができました。おお、単純に、あ、これもしかしたら最初の AD 突入1ゲーム目強チャンス目の分も入ってるかもしれないですね。レア子役引くねー、まった強チャンス。おお、これでも乗ってくれる、でかい。よーし、前回とは打って変わって最高に楽しい展開だな。おお、弱者策。おお、乗るんだ。20はでかいな、弱チャンスで。いやでも過去に経験してないぐらいボコボコレアコ役引けてる。これやっぱね、もうほんと好きなんですけど結構きつい機種なんで、この段階である程度のレドも獲得できてるのは本当にありがたい。さあそしてロモニアンチャンス来た、今のチャンス目でね、大勝利が来れば。おお、マジで多分 20% もなかったはずだけど、今日2回目のロボニャン、こんな最高の展開。よし、シングルで終わりかな。ストップ1つ獲得なんで、もう2個あるから、4セット目までの継続確定ですね。80、10、80、10のシナリオ超波乱で考えるのがまあ妥当かな。ケイサー大事なのここだ。さあ4
セット目の継続バトル、あのセリフとかもね、いろいろ継続率したとかあるんですけど、なんもなかったんで、まあ 10% だろうなといった感じですね。1回チャンスアップ、いやレア子役とか聞かないかな。どうだ、832枚の獲得で終わりか。終わりっすね。まあでも投資6本でこの枚数の獲得、戦国コレクション2としてはかなり最高のスタートのキレだと思います。でこれは多分鬼ヶ島が残ってるのかな。この最終回っていうのは悲しいんですけど、ここで弾けたら本当に素晴らしい思い出になると思うんで、もう1ゲーム1ゲームフリーズ弾くんだっていう気持ちをもう切らさずにね、気持ちを込めて今日は打っていきたいと思います。うん、ない、いやこれなんかここから全部バーってカットされて、900何十ゲーム投資は追加投資をして何本ですみたいな感じまで飛びそうな気配がする。さあというわけでやっていきましょう。チャマでございます。あ、先に言っときます、裏挑戦しかしません。やっぱお銀ちゃんね、殿がパチスロで一番好きなキャラクターのうちの三子に入るんじゃけど、でテンプテーションゲームがやっぱみんな好きだと思うんじゃけれども、これねチャマの本当の隠れた名曲はあのヤババレベルアップっていう曲 でこれはあのチャマってシリーズ通してベストみたいなサントラとかも出てるんじゃけれども、まあ、それにも入ってないからもう歌なきゃ聴けないんじゃよね今日は。裏挑戦成功したら選びます。反省会か、弱っ。まあ、連休初日じゃからね、4連休初日じゃから。はいはい、これはあるよ。はい、初の5回目にしてやっとご一行チャレンジ。これはねもうね1ゲームも無駄にできない。うん、そういうこと。よし、遠かった。514ゲーム投資が19本なんじゃけど、うわここでおっと、バイちゃん、バイちゃん、バイちゃん、いくよ。男はいつだって挑戦じゃい。無を取得、やってしもうたー、バイちゃん。乗せだなこれは、ポヨンポヨンのやつだな。欲しがりライブ、バイちゃん、うわ、あ、公園か、頑張れ。
格上げ。はい、まだよ。すごいね、全部で、ね、おかわり。よし、すごいね、一番いいやつか。いや負けるんかい。さらにすごいくない、すごくないこれ、ちょっとすごくない。よしよし、これね、公園だから、これ選びがちなんじゃけど、みんな違うから、裏調整成功したら準備中マイゲーム乗るから、いったらんかい。裏調整成功したら準備中マイゲーム乗るから。かぐろおぎん、おぎんちゃんが来たけど、うわーうわー、バイちゃん次からやめるのが一番だね。でもこの曲ヤババレベルアップ、まあおぎんちゃんがあるんで1個ストックっすね。あー、これすごかったな、さっきの。あんだけ弾いて1個かよって思うけどね、まあ2個か。見つけに剣山、ああそうね、もうチャンス。さあ3回目、やっぱねバイちゃんがいると成功しづらいみたいなところもありますから、行きましょう。このちょうどね、この家康降臨が、そう忘れてた、後ろに隠れた時ね、ここ、もうしとく、全然成功せんやん、なんなん。はい、よけい、そうそうそう、うわー、これは変わるな。あ、ダメだ。お、これは血浮パターンですね。びっくりした。当たっとったんだ。314。投資が全部で2万円、追加8000円ですかね。あ、頼む。あー、ずるー。どうしよう。これがいいよ、マサブル。ああ、助かった。あ、死んでる。369。50。いやー、これは厳しいかな。お、ワンチャンある？ブーティュー？あー、惜しい、残念。さあ50ゲーム、一応なんとか
よし。さあ、あと20ゲームのとこで3つ溜まった。よし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 、うまいよ。いや、これは完全に滑り込んだよ。今溜まってなかったらダメだったから、白いく。よしよしよし、しかも同チェ。いやー、取ったでしょこれは。さすがに勝てば秀吉決戦。ダメか。で、これが多分強調の分なんですよ。で、強調の分で小十郎強襲出てきたと。で、20ゲームでまあ兵力貯めて、で最後に一応敵武将と対決するんですけど、ここね、一応設定差もあるし大チャンス。ここをまあ貯めて、まあ理想はしっかりと勝つ。勝たないと兵力貯める意味が多分ほぼなくなっちゃうんで。いいか。おお。シングル。助かるこれは。30。すごかったな。これで一応これが終了して負けても30ゲーム残ってると。完全に今のは助かったよ。さあ誰打った。おー、パネルが消えたね。一応ね、これ曲とかでね、なんか何以上確定とかあるんですけど、その曲わかんないんですよ、うん、まあまあとりあえずこれは当たります。赤満月、まあいいでしょう。そろそろブルッピーよ。あー30。おー、赤ブー、ブー頼むよ。あー、きゃー、たまんないね、これ。さあ、とりあえずこのランプの色だけ見とこう。青、まあ、ファーストチャンスだし、炎呼びに行こうか。炎、秀吉決戦に入り申した。相変わらずでござるな。うつけものだ。これ伸ばせば大チャンスです。はい、伸ばせば大チャンス。いきます。伸ばせば大チャンスはいついかなる時でもさ。このね、耐えるのも結構大事だからね。あ、ついた。よし、ここは勝って。なんで押し違うやん。押し順違うやん。大丈夫かこいつ。押し順ミスりました。エナもやってんじゃない。プロテイン決まってんじゃない。ああ、届くか。連打しておきましょう。設定差出るんで。あ、殿が犬王になっちゃった。させんした。
次はあの超入ったら呼びに行きましょう。超かまあランプ赤かな。うん、まあまあまあ一応これでメーター4つたまったんで、あの MB でも抽選してくれるんで、だからこのビックリマーク出た時点でチャンス。押し順ミスっとったんだ俺。さあこれで一応チャンスなんだよ。その普通のスイカとか行った時も強くなるんで、さあ MB2 発で飛んだ。おそらくこれは勝ってないからベル飛行 MB。 ただね、おー紫涙。さすがに取ってるな。え、嘘だねえ、さすがにだよ。あ、いいよいいよ。なんで？また赤。このプッシュミスってんのかな。いく？うわぁ最高。これワンチャン本当に5とかあるよ。さあ黄色、今これで3の2。次は超秀吉引いてから呼びますよ。シングル、おーメゴ応援しとる。これなんだっけ、継続しさ。よし、あーダメなの4つ。おーまだいたー。 あと2つ。逆ハサミと中右左。いいよ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 。つけ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 。あーつかない、ついてくれ。あーダメか。うわー、よし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 、はい、よしよ。中右左と右左、右中左。よしよし、いいよいいよ。これはつくっしょ、つけ。よし、あと1個。これ、この押し順いくよ。よっしょ、そうよ。多分つくはずでしょ。ついて消えるよこれ。ほら、いやもう入れちゃったよ。次が本番ですと呼びに行きましょう。なんじゃおるし、そうそうしいの本番でございますよ。なんじゃなんじゃ。うわ素晴らしい、すぐに入れましたよ。素晴らしい素晴らしい。目標はやっぱね、天下統一をやってみたいけど、まあ、まあ、そこ目標でいきます。あとよいしょ、順調よ。ん、大丈夫？うわまだでしょ、あるよ。そう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 そ。あれよ、今だ、いる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 。ないか、中右左じゃ。さあ中右左、中右左じゃからかっこいいのは。炎の意見は中右左なんです。炎
を信じるあるな今ね、俺もそう思ってきたな。中右左押すか、信じよう。まだある、こことまではあるんだよね。右、それはもう当たらんもん。これは無理です。右の選択肢はなかったです。僕は順押しか中右左だったんですよね。やむなし。さあ何ゲームあるか。5プラス5、10個か。こっちは一撃でやっちゃおうかな。多分これが50以上。おお、でかいね。こっちが連打かな。何個あるか。170越した。龍ゲットで170。あ、トータルで390。まあまあちょっと少ないけど、まあまあまあ、殿がもう またいなくなっちゃう。まあまあ、じゃあ390。さあ残りが486でね、今のところ決戦の入りプラス決戦の多分今のがね割といいループだったんで、まあ本当にワンチャン5あるんじゃねっていう感じですかね。640ゲーム890これですね。で追加投資してて総投資が8本。うわマジかよ。雷上がりシナリオ確定です。めちゃめちゃ勝負どころ来たわ。1セット目の継続率は 1%、 1セット目さえ乗り越えることができれば残り全て 100% 世界制覇確定になるシナリオです。だからさっきみたいにロボニャンでもいい、まあ、もちろんそのままダイレクトに7揃いでもいいんですけど、ロボニャンとか入ってくれれば大チャンス、まあ、あとは継続バトル中のレア子役頼むマジで。突破すれば1000枚もらったようなもんすからね。よし、チャンス役系はロボニアンドライブのチャンス。超えろ、ここ超えろ。ちょっと弱いか。このエース前にも話したと思うんですけど、期待度は高くないけど成功すれば特化ゾーン確定なんで、これはいけばロボニアンいきます。これね、そうあんまり熱くないんだよな、出現頻度の割に。ただ状況的には今のはマジで熱かった。ロボニャンを渇望してたんで。くー、さあここまで来ちゃいましたね。まあ、1% 通すのはマジできついと思うんで、ここでのレア役もしくは内部的な7揃いに期待したいけど、アップ出たけどきついでしょ。レア子役は引けず頼む。あー、まあそうだよな。ちょっといろいろごっちゃになっちゃうんですけど、とりあえず雷上がりしないよは生かすことができませんでした。ただクローバー出たんで次回天国確定です。ですね、140枚で終了で、次回が天国となります。そう、こういうちょっとユニークなね確定演出も先行で2の面白いところですよね。123枚の獲得で終了です。ここで刺しちゃいましょう。いいね、激アツスタートはちょいアツじゃないかな。てかちょいアツで当てほしい、ただの願望。完成感あ、いただきやした。
避ける、避けるだけでいいんかい。よし、早い。57ゲーム、投手は変わらずですね。さあ行きましょう、4回目。これはね、けどね、ダイもね、あ、こいつ裏調整すっからって思われてる節があるので、バランス、堅実もいいな。みたいな茶番をやってから裏調整、どうだ。はい、もう足とか、頼む、サミスタ。ナイス、ここよ、結局ね、一発目でムキムキになってホームラン、これ。ムキムキになろうなら、ムキムキでならんか、遥か遠くまで行け。そう、あ、まあ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 、ありがてありがて。さっきのあんだけガチャガチャ騒がしかった AT と同じぐらい枚数取れるわけだから切なくなるわ逆に。よっしゃ、これはなんかあるね、上乗せ、ナイス、伸ばせず、もう一回パミスタください。じゃあいいか。多分直撃だと思います。およし、一発目で打て、ムキムキになれ。